今回はパラグアイ戦どうなるか見ていこう。今回はこの順で見ていきます。パラグアイとの対戦成績、注目選手、日本代表スタメン予想までやっていくぜ。最後まで見ていってね。熱いのは苦手です。まず、パラグアイとの対戦成績から見ていこう。霊夢、パラグアイとの対戦成績はどんな感じだと思う？やっぱり南アフリカワールドカップの決勝トーナメント1回戦のイメージが強いわ。PK 負けだったけど、苦手意識もないし、そんなに対戦成績悪くなさそう。そう。実は4勝4分け2敗で日本が勝ち越してるんだ。トータル11得点9失点だから戦力差は同じくらいじゃないだろうか。仲良しね。PK 戦は公式戦で引き分け扱いになるんだが、そうすると意外にも、2001年から日本代表はパラグアイに7戦負けなしになっている。マリサ、見苦しいわよ。PK とはいえ、負けは負け。そこカウントしたら違うでしょ。やかましいやかまんじゅうだな。公式記録って言ってるだろうが、いるんだよな。こういう上げ足取りするやつ。で、どうなの？それでも4勝2分け1敗だろ。勝ち越しに変わりないし。なんだこの黄色まんじゅう明らかに不満そうに。いるのよねー。こういう本当のこと指摘するとの気になるまんじゅう。なんだあの赤まんじゅうの目は。あれは明らかに心の中で私をバカにしている。まあ、とにかく、もっと面白いのが実は森保ジャパンと一度対戦している。なんかめっちゃみんな躍動してたような記憶はあるんだけど、スタメンを見ると思い出すかもしれない。フォーメーションは 4-2-3-1。青字が現在と違うスタメンだな。中島なぁ。あのまま順調に行ってたらどうなってたか。森保ジャパンが狂った最大の原因は中島の失速だろうな。それがなくても同じだろうけど。うぷ主、森保監督に厳しい。基本的に中島さん好きにやってください。そうやってただけで現在と問題同じだからな。まあ、それはともかく、前半23分に大迫、30分に南野の得点で2-0で勝利している。大迫、南野の関係性良かったわよね。なぜここから左南野になってしまったのか。中島のせいだ。中島が失速したことで南野を左に持ってくるしかなかった。まあ、今回はそういう話ではなくパラグアイ戦についてなので次に行こう。そうね。ぶっちゃけさ、パラグアイの選手全然わからないんだけど。そうだろうな。だから、南米予選ブラジル戦でのスタメン、そして今回の招集メンバーの注目選手を見ていこう。概要欄からこちらも。これが南米予選ブラジル戦のスタメン。青字が今回招集されていない選手だ。ちなみにこの試合どうだったの？4-0でブラジルが勝利している。おかしいやろ。南米のクラブチームに所属している選手が多く、情報が少ないな。わからないわよね。とりあえず危険な選手って誰なの？これは即答だな。イングランドプレミアリーグのニューカッスル所属、ミゲル・アルミロンだ。ミゲル・アルミロンは現在28歳で、プレミアリーグ移籍の際はいろいろなビッグクラブからオファーを受けていた。その中でニューカッスルを選んだのね。ニューカッスルにはクラブ史上最高額となる2000万ポンド、約29億円で移籍した。めっちゃ期待されてる。ポジションは主に右ウィングやトップ下だが、左ウィング、インサイドハーフまでこなせる。攻撃的ポジション全部なんだよな。スピードとドリブルテクニックがあり、パラグアイの中心選手となっている。よくアルゼンチン代表のアンヘル・ディ・マリアに例えられるそうだ。もし右ウィングで先発したら対峙するのは日本の左サイド。無言の圧力やめなさい。長友はとりあえず余計な攻撃参加しなければいいんだ。じゃないとアルミロンにやられる。アジアでもやられていたであります。他に欧州主要リーグに所属している選手を紹介すると、スペインのカディス所属のディフェンス、サンティアゴ・アルサメンディア、同じくスペイン、バレンシア所属のオマール・アルデレテなどがいる。やっぱりパラグアイは優秀なディフェンスが多いのねー。さて、ではいよいよこのパラグアイに挑む日本代表の予想スタメン行きましょうか。チャンネル登録高評。まあ、大きくは変わらないだろう。でしょうね。あくまで森保監督が選ぶであろうスタメン予想だ。まず、酒井の代わりにいきなり菅原を試す勇気。いや、リスクは森保監督を犯さないだろう。勇気がないそうです。何のための親善試合だよっては思うな。ブラジル戦はともかく、試せる試合はこの試合くらいだろうからな。むしろブラジル戦で大冒険してきたりして。いや、ないわよね。そして個人的な願望も入ってるが、冨安に無理してほしくない。なるほど。どうして冨安外したのかと思ったらそういう理由なのね。出るとしてもブラジル戦だけでいいんじゃないかな。怪我の再発が一番怖い。本番怪我で出られませんってのが一番最悪だからな。無理せず。そして大迫のいないワントップは古橋。これも願望なんだけどさ、いい加減中央で見たい。南野でもいい。とにかく私は大迫以外のワントップが見たいんだ。本当にこういう機会じゃないと試せないものね。上田とかも燃えてるだろうし、ここでアピールしてほしいな。いや本当に。
本番、本当に大阪で行くのか、運命の分かれ道ね。みんなはどう思う？ワントップなんかはかなり議論が出そうだよな。なんかさ、ワントップ朝のありそうで怖いんだ。これを否定できないのが一番の恐怖。あまりにも恐ろしくてイラストやのジャガーがけたたましく動く幻覚すら見えるんだ。ジャガーの幻覚に怯える仲間は高評価とチャンネル登録をねしゃす。このチャンネルはこれからも日本大老専門だから、また次回会おうぜ。それでは、オニ一方。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。え？ウプ主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。